pequena.私たちにできることは何なのでしょうか。今夜は考えてみます。今回の豪雨の特徴は、なかなか止まない強い雨です。こちら降り始めからの雨の光景です。特に多いのが紀伊山地の南東側、各地で1000ミリを超え、奈良県の上北山村では2400ミリを超える雨が降りました。 この地域で1年に降る雨の実に4分の3がわずか1週間ほどで降ったことになります。この大雨で氾濫した川の水に流されたり土砂崩れに巻き込まれて多くの方が犠牲になりました。これまでのところ死者・行方不明者は97人。その多くが和歌山県や奈良県、三重県といった紀伊半島の南東部に集中しています。 豪雨のさなか、一体何が起きていたのでしょうか。特に被害が大きかった熊野川と那智川の周辺にある2つの町に取材班が入りました。紀伊半島南部にある和歌山県那智勝浦町。今回の豪雨で大きな被害を受け、死者と行方不明者が最も多くなっています。 本格的に雨が降り始めたのは9月1日の夜、台風12号の接近に伴い1時間に30ミリ以上の激しい雨が続きました。台風はその後自転車ほどの速度でゆっくりと進みました。降り始めからの雨は1000ミリを超え、記録的な豪雨となった。 町内を流れる那智川が至る所で氾濫。溢れ出した水がいろんなことを頭の中を巡ったわ。父は良くなってくれたけど、ああ、親はそういう年なんだな。いつかそんな日が来るのかなって思ったり、やがて 私もそうなるんだなって。なんだか人が生きていくって切ないなって。こんにちは。お邪魔します。あら、ふさこちゃん。